いや、してないけどね。ああいう原発ってちょっと言ったことある。まず、はい。1分だからすみません。はい、嫌い、ね、まあ、仕事する男は好きですよね。で、あと酒が飲める。はい、というわけでおはようございます。西成に行きました。早朝の西成、ちょっとね仕事が終わって、まあどうするかと、飲む場所がない、でもちょっとね珍しいというか当たり前か、ちょっとね集合体というか、まあ飲む場所があるということで、ちょっと行こうかなということで、この近くにね自販機、お酒自販機となんかおつまみがあるところにあるということで、ちょっと今日は行ってみようかなと思います。なんかカメラマンとかやってるんですか、ね、これからお仕事ですか。いや、今日お休みです。お休みですか。お休みでちょっとサボっちゃったんで。あー、なんか一杯おごってあげましょうか。お酒何飲みます。ね、この右から3番目でいいですか。あ、いいですよ、飲んでください。します。はい、1分だからすみません。はい、お兄さんは長いんですか、西成は。まあもう30年か40年やけど。あ、私、西成来たの場合と、まあ、17歳の時ね。あ、そう。なんか食べます？おごります？え、いや、いいっすよ、いいっすよ。いいですか？いいですよ。いただきます。ほんま、厚かましょうとこれ。いや、いいっすよ、もう。これいただきます。すいません、これ。あ、いいぞ、しっかり。お家はどこなんですか？岡山なんですよ。岡山で。岡山。
でちょっと夜の仕事してて、私もね、岡山、頑張ってほんまにね、はい、ありがとうございます。岡山はね、いやしてないけどね、 ああいう原発ってちょっと行ったことあるんですけど、酔っ払いと仕事しかしてないから。でも今年もいてるんでしょ。あ、います。全然もうこれからもうね、ずっといようかなみたいな、ね、私いくつに見えます？でもまだすごい元気そうな感じ。来年になると2022年の2月22日で54になるんです。でもこうやって会えて嬉しいよ。いや僕もありがとうございます。こうやってお前もすいません、お酒をおごってもらったんだね。あ、田舎とか言うけどさ、頭、のんびりした男言う、逆にさ、向こう行ったらさ、シャキッとしてさ、挨拶もするしさ、お金も持ってるよ、土地もあるし、お前大阪の人間は全然、あ、もうでっぱ使うんですか。そう、もうほとんどガラゴールばっかり遊ぶったりね。お兄さんもやっぱりあのパチンコとかああいうの使ったりするんですか、お金。まあまあ時々ね。でも、もうほとんどこの酒と仕事だけ。ああ、酒が、うん、確かに、酒楽しいですね。ね、お兄さんもやっぱりさ、仕事しない男は嫌い、ね、まあ、仕事する男は好きですよね。で、あと酒が飲める、うん、そう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 なんですか。もう年食いましたよ、お前ね。で、まだちょっと誕生日に会えたらいいですね、うん、ちょっとまた怒りますよ、うん、僕は。ありがとうございます、頑張ってください、お前ね。ありがとうございます、ね、ちょっとそろそろ僕も、うん、とちょっと、ね、と寝るところ探しに行って。お前邪魔しても悪いから、いや、ゆっくり飲んでください。頑張ってください、ね、ありがとうございます、ね、また会いましょう、はい、また会いましょう、また、はい、よしよし、無事帰還いたしました。今日はね、あの玉出でね、やってきました。もう飲み直しというか、先ほど自販機行ってきたんですけど、自販機とおつまみあるんですけど、早速ね、あのおっちゃんの声が来てきたんだけど、いろいろありますね。全然撮影 OK みたいな感じだったんで、まあでも引き続き続きます。もう本当に安いですよこれね、半額とか。でもこのチラシ寿司ね、めちゃめちゃ安いです。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。